おはようございます。今日はですね、四万十市と黒潮町の合同の消防団の総合訓練の方に参加しております。消防車大集合しております。四万十市と黒潮町の消防団が集まっておるようですね。今から開会式のようです。また後で時間があったら消防車の方もゆっくり撮影してみて、見ようかなと思います。すごいでしょ。よいしょ。じゃーん、平成30年の畑中央地区消防連合会注水競技組み合わせ、ポンプ車の部で中村分団が出るみたいですね。こんなもんですかね。中村ってここですか。あとこっちは小型ポンプは ないということですね。この競技は簡単に言うと、あの向こうにある、ドラム缶の中にね、できるだけ早く水を入れて、そのドラム缶の中にピンポン玉が入ってて、その水がどんどん入っていって、そのピンポン玉を上に押し上げて、ピンポン玉が先に出た方がこのチームの勝ちという、競技のようですね。でここにね、水の水槽があって、でここに、ポンプを置いてですね、できるだけエンジンを早く始動してですね、でこっからホースを2本バンバーンとつなげて、あの線から放水するというような競技ですね。今日はね、すごい天気がいいので、あの撮影日和なんじゃないかなと思うんですけどね。かなり人がいっぱいいるんで、あの撮影するのはね、かなり恥ずかしいですけどね。今日は風もなくて、音も綺麗に撮れてるんじゃないかなと思うんですけどね。こんな感じなんですね。このドラム缶の中に水入れて、でここにこうつながっちゃって、ここにピンポン玉が入ってるんですよ。でピンポン玉がピョーって出て、ここがポロッと落ちたら勝ちと。だから穴がこんな感じなんで、上手にこう放物線を描かないと綺麗に入らないということですね。これがね、あの手で運べる、あの消防のポンプなんですよ。下半ポンプってやつなんですけどね、あのどこから説明したらいいのかな。ここでエンジンかけて、ほんで水を吸い上げるポンプがこれ、あのチューブがこれ、吸管こっちにつなげて、であの先っちょのあのモフモフを水につけて、まずこの中を真空にしなきゃいけないと。でこのレバーを引いて中を真空にして、これ開けるとビョッと出るということですね。多分これが今日使われるポンプの一式なんじゃないかな。皆さん、消防車はなぜ赤いか知ってますか。ゆうべね、調べたんですよ。消防車がね、なぜ赤いのかっていうとね、あの昭和26年に決められたみたいですね。その当時、緊急自動車の車体の色は朱色、消防車は朱色、その他の緊急自動車はね、白色って決められたみたいですね。それからずっとこの、パトカーも白で、それから救急車も白と、で、消防車だけ赤ということのようですね。でなんで赤かっていうと、なんか消防車は外国から輸入した時に、赤色だったみたいなんですよ。でだからずっと赤色が続いているというのが一般的のようですね。で、まあ、赤だとこう注意も喚起されるし、こうあの火を用心しようという気持ちにもさせるということで、ずっとこの赤色が続いているみたいですね。ちなみにね、アメリカでは紫色の消防車もあって、白もあって、黄緑もあるみたいですね。でハワイでは黄色の消防車もあるみたいですよ。実はね、昭和に入って
まあ、おまわりさんのバイク、白バイ、ね、白バイもそうですし、その当時ね、バイクに消火器を積んで、赤バイっていうのもあったらしいですよ、ね。まあ、昭和50年ぐらいにその赤バイも廃止されたらしいんですけどもね。でも、東日本大震災とか、阪神淡路大震災ではその道路が、ボコボコになってもう車両が入れないというようなところでバイクが活躍したということで、再度バイクでの、防災であったり、消火活動であったり、そういう、災害時の移動手段にバイクっていうのも見直されているということでですね。じゃーん、ここが舞台裏ですね。この辺は消防団しか入れないような場所ですけどもね、かなり、レア映像なんじゃないでしょうかね。じゃあこんな感じです、見てみますかな。でもあんまり消防車っていっぱいあるからあれだけど、結構消防車は面白くって、車両によって全然その装備とか見かけが違うというか、面白いんですよね。入り口分断でしょうか、こんな感じで、細かい部分が若干違うということですね。この辺は大体同じかな。あ、これも四万十市の消防団なんだけど、かなりでかいやつですね。ポンプ車ってね、これ自体がポンプになってるやつですね。こっそりやりよった。撮ってます。うん。これは最近の新しいやつですね。あ、これもすごい。これは向こうが見えるやつですね。ちょっとね、撮影してみようかなと。結構消防車をね、あんまり間近で撮るっていうのあんまりないんで、撮ってみようかなと。まじまじ装備品撮ってみるにはちょっと難しいですけど。アップしていったらいい。電気がない。あ、手動式のリフトもあると。ここにポンプが積んであって、で バネが入っちゃって、この段階で解除されて、これを今止めちゃう状態ですね。今下がってる。なるほど。ポンプ積んだらちょうどグーッと重みで、ちょうど綺麗になると。重たくないぞ。いろいろ工夫されてますね。これだったらバッテリーがいらないということですね。なんか新しいポンプですよね。ポンプにも4サイクルと2サイクルがあって、今、4サイクルが主流になりつつあるということですよね。すげえな、怒るな。消防車の紹介するときはちょっとキャラを変えてもいいかもしれないですね。子供たちが見えるように。こんな感じですね。消防車結構間近で見ることないんで、面白いんじゃないかな。こんな感じでね、消防団でね、結構どんなことしてんのとかって思われがちなんですけども、まあ、こんな感じで、年に1回から2回ぐらいね、訓練の競技をしてですね、競い合うというようなイベントが何回かありますね。まあ、消防団ってもともとはその、まあ、消防署の本署が、まあ、1個あるんですけども、やっぱり軍部の方になると消防の本署が到着するまでにもうすでにもう、炎症してしまってもう手がつけられないというような状態にもなるので、
まあ、その地区 の、 自警団というか消防団を作ってですね、で火事が起こったらですね、消防の本所が来る前に消防団がその地区の消防団が駆けつけて、大きくなる前に消火するというね、まあ、そういう役割もありますよね。だからまあ本所の職員さんと同じ協力し合ってですね、消火活動や救助活動に当たらなきゃいけないということですね。まあ、消防団はもう一般の人たちが有志でやっているということですね。もちろん他の仕事をしながらね、僕みたいに病院勤務の人もおりゃ、農業をしよう人もおるし、漁師さんもおるし、他の会社員の人もおるということで、まあ、いろんな職種の人たちが集まっているということですね。さっきね、二宮君見たんやけどね、こっそり隠し撮りしてみたんで本人気づいてなかったというね。多分競技出るんじゃないかな。どっかにおったぞ。あったあの帽子後ろにかぶってる、あのチャラそうにしてるのが二宮くんですね。二宮くんところはもう下半ポンプでのプですね。こんな感じです。そうだそうだ、ここからスタートして向こうにガーッと走っていって、あっからセッティングしてもう一回口に戻ってきて、ここから放水するんやった。ここがスタート地点。もうそろそろ始まろうかとしております。ただいまより競技を開始します。始まりましたけどもね、こんな感じです。このドラム缶に綺麗な角度で入らないとなかなか水がたまらないと、結構難しいですよね。もうちょっと、もうちょっとだ。この人がもっともっと上とかもっと下とか指揮与えるみたいですね。結構難しいよね。ね、あっちの人がこっちもっとこっちとか向こう向こうとかってね。細かな、もうちょっと細かい操作せんといかんがやけど、なかなか難しい。
すいません、インタビューいいですか？おったどうでした無事分断は。無事分断2位通過でした。2位通過やね、はい、2位通過でええかったっけ、はい、よかったね。アイクさん出る俺電話僕らもすごい無事分断や、はい、なんか、あのなんか返事すごかったねすごかったね、すごい。もうほんじゃもう練習通り、はい、もうだ YouTube に上げさせてもらいますんで恥ずかしい恥ずかしがってます。これブチって書くのかな。第2組目さっきのブチ分断2位通過だったらみたいですけど、1コース、東山分断してもらいました。愛日旅4コース島田分断です。緊張して笑顔がちょっと引きつってましたけど大丈夫だったでしょうか。じゃあ次は、さっきは、ね、スタート地点から見たんですけど、こっちのエンジンかけるとことか次は見てみようかなと思います。結構、今日は黒潮町と四万十市の、合同ということで、かなり、多くの参加者があるようですね。何だったっけな、四万十市が、西土佐方面隊ってやつと中村方面隊って2つの分断、隊に分かれちゃって、で僕がおるのは中村方面隊ってやつですね。中村方面隊は分断が 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 分断があって、中村分断、下田分断、八塚分断、長津分断、東山分断、蕨岡分断、具藤分断、富山分断、後白川分断、岡筋分断、東山分断ってあって、その中村分断の中にも班があるということで、非常に中村分断75名とかって書いてますけど、まだ多いのかもしれないですけどね。また後で、表貼っておきますのでまた見てみてください。こんな感じで、2チームが勝ち上がるということのようですね。本所の消防署の、まあ消防車になりますね。まあ、ポンプ車になるのかな、あれ。結構、僕ら分断にある消防車とは違ってかなり大きなタイプですね。かなりモーター音が激しいので僕の声が取れるかどうか分かりませんけども、見てみましょう。こんな感じで消防車放水するわけですが、ここから入れますよね。
あれまだ、はい、まだ行けた、はいはい、最後の勇姿をとか言って、はい、いやちょっと撮ってみようかなと思ってね、はい、ねえ撮ってください。やっぱりあそこで一回中継してこっちに上げる感じですよね。黒い配管で水量はですけど、うん、ちょっと足らんくて、うん、吸える量が、うん、で、あれでもちょっと あ、そっか、給水が2つぐらい、はいはい、何箇所かあって、はい、一緒に吸えるみたいな、うん、なるほど、そんな感じですね。競技用の水をここから吸い上げて向こうへ送ってるということですね。いい場所ですね、なかなか、はい、川の水もあるし、水がもう使いたい方で、ねえアユがおるいて、アユがおるいて、解禁になる前の、はい、あれ12月1日に解禁になって取られまくるんで、それまで泳いでるということで、撮影これをね、編集して YouTube に YouTube? だから、今日あげた時間はすごい、なってきたよ。ああ、そうや。じゃあ、1日はこの辺もそして構わんようになるわよ。まあね、うん、ああ、おるおるおる、あれ、そうでしょ。あら、すごい。どんなもんながでしょうね、今年は量的に。もっとおるときはおるんでしょうけどね。あごのカムンとか、あの水面がもぞもぞもぞってなるところが、アユの群れがおるとこみたいですね。結構天気がいいので川の あの辺もね、水きれいですね。こう見たらすごいきれい。あれらもそう、あの水面がもごもごしようところが、アユの群れがおるとこみたいですね。かわいそうに12月1日になったら解禁になって取られてしまうんですね。すごい、アユも群れになって泳いでるんだね。あれなんかそうかな、あの辺りが。あえて後ろであの持ってあげるとすごくホースが軽いんですよ。あれ一人で持つとねすごい重たいんですけどね。あの後ろで補助員の人があのホースを持ってるでしょ、あれやってもらうとものすごく軽く、持てますね。あのあれだけですごく楽ですね。早い、すごい。見物ですよ、消防団の中にですね、消防署の本署の本職の、職員が混じってですね、本気モードでやるということですね。本部第4組コース並びに選手の紹介をします。4コース消防署指揮者矢野雄二、はい、捜査員
村津正幸、はい、内倉由紀人、はい、戸田正彦、はい、竹崎健一、はい、さあ始まりました。お昼の弁当ありつけました。あ、中村分団の中村 あの動画はあの放送のとこだけでも YouTube 流してみれば編集してねあれだけでもね。ジェリカンかっこいいっしょ。ジェリカンっていうかな、ジェリカンっていうかな。
態もあるもんね。実際ダットさん、ここにもある。あ、結構あるんだね、ダットさんタイプのやつね。いや、残念ながら中村分団、決勝まで行ったんですけど敗退ということで、分団、出場された方大変お疲れ様でした。練習含めて、お疲れ様でした。なかなか見ものでした。ありがとうございました。